緑からフェデックスの MD11 になりますね。こういう大型機も全て同じ滑走路を使って離陸から着陸までしていきます。トラキーロのエフォローして右に曲がってきますね。それで3回目ということでかなり安定していい感じに進めますね。バッチです。Honolulu unable shoreline due to traffic. Wind 1107, runway 4 to Fox Rock, script takeoff, no down roll. Runway 4 to Fox Rock, clear for the runway, and freeway 10. 右手ですね。ループアップ入れていきます。Delta 37, clear to land. Delta 37, we affirm you from A left, clear to land. Thank you, sir. はい、じゃあフルパー入れます。両手操縦桿持っていいですよ。で、このまっすぐで操縦桿をまっすぐにしておきましょう。はい、そうですね。この加速していきます。操縦桿まっすぐですね。はい、操縦桿まっすぐ後ろに行きます。はい、すごい。操縦桿少しだけ押して、山の、優しく、山の頂上ですね、このまま磨けるようにですね、向かっていきましょう。あればいいね。山の頂上が見えるぐらいですね。はい。今ぐらいの姿勢で上がっていきます。虹も綺麗に出てますね。そうです。で、この虹をくぐるようなイメージ、まっすぐ上昇していきます。で、このまあそういうエアワークしていいようなエリアですね、向かっていきますね。コンタクトデパーチャーがワインズローグデイ。ゲンキファクターグデイ、デルタ87。20になってますね。で、虹は下見るとですね、分かると思うんですけど、1000円になってるのが分かりますね。上空から言うと、まんまの虹になります。で、右に曲がっていて、高速道路沿い走るような形で右にターンしていきますね。シフトパッチャー、プレペア、91ズルパッチャー、1721.5、リリース。51ズル、シフトパッチャー、レダーコンタクト。1ズル。で、右側からホノルルの街並みをずっと抜けていきますね。プレペア、91ズル、リクエスト、ランショットルーパーリー。518 again, you want offshore from the Pali? Negative, transition through the Pali Highway, wind. Oh, roger, 518 Zulu, roger. You can resume navigation to the Pali. 2000 feet 上げていきますね。この谷間の間抜けていきますね。これは本来のルートにないルートにちょっと特別なルートになりますね。Okay, leaving Bravo, scope behind, wind the road. もう少し右ですね。この谷間のちょっと間が抜けてきますよね。カレントラフィックパイプ910アプローチングフロッパーリー at 2000ノースウェスバーンズランジョン。ブルーカネイタイルスパーク04ディミナル291ナイルブロック1500コンファーム04310434 Okay, 0434 Piper 9180 coming up to the party and at about 1500. Second one's expecting extension up from the Honolulu. 少し右にしますね。 5 miles from the Honolulu. ちょっと引いてここまで上げちゃいましょう。 Track 10, welcome. ゆっくりですね。 0, wait, the helicopter off your left hand side is proceeding through the approach corridor. Dragon.Sword 8A, you're following P3 approaching the 180. And roger that, there's traffic in sight. Sure, he's a full stop. And roger that. Sword 1's are the, follow the P3, just entering the downwind off your left-hand side. That's for Dragon 10, we've got that traffic in sight, we'll follow him. で、左に曲がっていきますね。で、こちらカネフェのエリアですね、入っていきます。で、左側はコーラル山脈が続きますね。いいな。
range already, Roger. In tower, sort 88, heading down to 1,000 feet. Sort 88, Roger. で、雲がありますね。少しじゃあ右側に避けましょう。で、雲を避けましょう。100ノットスピードが低いのでスピード操縦感を押しながらちょっと上げますね。で、高度下げながらですね、ターンしていきましょう。はい、そうですね。じゃあ大きく次右に切りますね。じゃあこれぐらい03です。はい、じゃあ右に曲げていきます。その時も操縦感を押して高度下げながらです。30度ターン、スピードがちょっと上がってきてるので操縦がちょっと引きながらターンしますね。30度バンクでもっと右、ゆっくり手前から戻す。はい、そうですね。このままコードとして操縦がちょっと押しながら100ノットに合わせます。このまま2000フィートまで高度としますね。2000だったらその手前がゆっくり引いてきますね。で、100ノットにスピードを合わせましょう。もう少し押します。はい、じゃあ左に曲がります。で、曲がっていてこのウエスト W って書いてあるところですね、黄色いマーカーが引いてあるところまで曲げてきます。操縦桿ちょっと引きながら優しく優しく操縦桿引いてスピードをコントロールする。でウエストに、でゆっくり操縦桿もう少し引いてスピードを殺します。パイパイ9110パワーホワイティランウェイ。パワーオフアイディって言ってこのままですね、パワー一気にアイドルにします。このまま旋回しながらですね一気に入ってきますね。じゃあですね、右の足元のペダルですね、このレバーですね引きましょう。左に旋回入ります。そのまま斜めから入りますね。レバー一つだけですね。あ、一つだけ時間押しながら左に旋回続けます。ワンズラビームナンバー2ショートアプローチ、左に旋回し続けます。グライダーインサイド、このまま左に旋回し続けます。で、パワーもう一つ入れます。もう一つフラップ入れましょう。 You're landing long, the glider's coming in the glider port. Yeah, inside, one's r i g左に曲がり続けます。コマ旋回続けたまま8のセンターライン合わせます。で、まっすぐしますね。操縦桿ちょっと引きながら待つ。そのまま引きすぎ引きすぎ、操縦桿力抜いてまっすぐまっすぐちょっと右、そうそう、もうちょい右もうちょい右、まだ引かないまだ引かないまだ引かない、ゆっくり引く、引きすぎ引きすぎ、もっとゆっくりもっとゆっくり、今の10分の1か、ゆっくりゆっくり、すごいゆっくりすごいゆっくり、もうちょいだけ、もうちょいだけ、待つ、待つ、待つ。はい、じゃあパワーフラップですね。フラップをまだ戻します。ボタンを押して、フラッパー。はい、じゃあ両手操縦桿持って。よいしょ。いきます、ローディー。ワンズロンズコー、ノースデパーチュー。このまますぐ離陸していきますね。今のがパワーなしでぐるっと旋回しながら降りる着陸ですね。ちょっと難しい。めちゃめちゃ難しい。斜めから入るんで滑走のラインとかがすごい見にくいんで、はい、緊急着陸とかの練習でああいうのしたりしますね。なるほど。なので例えばこういうとか、まあありえないんですけど、エンジンカットされた時に一気にそのまま残ってるグライディングのパワーだけで着陸とかするための方法ですね。あ、はい、このままあちら側ですね、右に少し来てですね、飛んでいきます。で、ホノルル国際空港の目指していきますね。で、操縦桿ちょっと押しながらですね、95ノットぐらい離陸上昇していきますか。すごいゆっくりしたレートですけどね、ちょっとスピード優先で上昇していきます。もう少しだけ操縦桿押します。パイフォー910アプローチハライはクリアウィズユー。
you. Have a good day. Good day, sir. でですね、ここの右下にあるんですけどね、これをですね、長時間が今押してる感じとか低い出る感じ、ずらした状態に今持ってきますね。例えば2000フィート維持してください。難しいですよね、今かなり長時間かなり押さないといけないですね、はいはい、その時こちらですね、右の足手元右下にありますね。これを前にやるとですね、長時間少し前にノーズが下がるようになります。なので一番力抜いて高度を維持できるようなところまで持っていきましょう。高度ちょっと上がってきて、長時間ちょっと押しますね。ふーっと押しながら前に取っていいですよ。鳥も前に取ります。これによって翼の後ろについている部分を微妙に調整してあげて、これでですね、操縦桿に関するプレッシャーを一番楽な状態に持ってきあげるような形。あくまで操縦桿でコントロールして、それをサブするのはこの役割ですね。で左からドールプランテーションですね。でこのまま操縦桿ゆっくりちょっと引いてきて、2000フィートに合ってきましたね。2000フィートで合わせる。この時今操縦桿重い軽いありますか？ないです。この逆にちょっとボールが4 Yankee Echo is landing assured. 4 Yankee Echo, have a good day. Good day. じゃあこちらのパワーですね、ここまで絞ります。はい、じゃあですね、このまま100ノットぐらい、今のスピードぐらい維持したままですね、高度下げていきますね。操縦桿押しすぎるとスピード上がっちゃうので、操縦桿ちょっと 100, 100ノット以下で高度下げていきます。それぐらいですね、いかがですよ。Water Piper 901 is ready. Harper 911 is Zulu Hunter, wind 1406, runway 4F39, traffic landing, runway 7170 old chart. Roger, runway 4F, clear to runway 910. スピードがちょっと上がってますね。操縦桿もう少しだけ引いて、スピード100ノート以下にしますね。この白いラインがある、このラインよりも下側のスピードでフラップを入れれないスピードになってますね。今ぐらいちょうどいい感じですね。このままコードを合わせて、この長い針800フィートまで行きます。800フィートになったら高度を維持しながらですね、道みたいになっている滑走路の隣のところですよね、ハワイアン航空とかが止まっているあたりのタクシーウェイのところ上空ですね、右に曲がっていきますね。で高度いい操縦桿引っ張りながら操縦桿を引いて、もう少し行きます。高度維持します。800フィートですね。で右にターンしていきます。はい、操縦桿引いて元行きます。高度維持します。で右にですね、ターン30度バンクですね、先ほどと同じ30度でターンしていきます。And so you guys gonna be about how long? 5 minutes. Too long checking my tongue in the mirror. ゆっくり右から左に戻していきます。で先ほどディニハムで着陸したのと同じような感じですね。はい。4L っていう滑走路を降ります。で右手でこちら1818ぐらいです。ちょっとほんの数ミリちょっと下にします。OK。で右のフラップレバーですね。一つ入れます。じゃあ95ノットで着、スピード、一つでいいですよ。操縦桿ちょっと押しながら95ノットぐらいに持っていくような形ですね。操縦桿を確保していきます。じゃあ次左に曲がりますね。左に曲がりながら操縦桿フラップもう一つ入れます。でその時ですね、フラップ入れることでスピードを下げます。ちょっと操縦桿を押して85ノットぐらいに目がけていきます。で左に30度バンクでターンして85ノットにスピードを持ってきます。はい、そのまま左からゆっくりまっすぐ戻します。でこのまま85ノットスピード維持しますね。操縦桿ちょっと引いて、ちょっと引いて、85スピードをまっすぐ上昇はしない。操縦桿ちょっと押しながらスピード下がりすぎたように、そうそうそう、はい、いい感じですね。で最後左曲がりながら 4L 向かっていきますね。その時ですね、フラップ最後のレバー入れてスピード最後75ノットに持っていきます。ゆっくり左から右、ゆっくり右、もうちょい右、もうちょい右、右、さあ、カーソルのセンターライン合わせながら、スピードがちょっと高いんで、操縦桿ちょっと引いて、で、ちょっと左、もうちょい左、ゆっくり右に戻す、もっと右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 、ゆっくり左に戻す、早い、もうちょい右、もうちょい右、そのまま、で、右のスロットレバー持って、一番下までストンと押す。もちろん右に行くから、右からちょっと上げてますね。ゆっくり操縦桿引きます。操縦桿後ろゆっくり引く、ゆっくりすごいゆっくり引く、もちろん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 引く、後ろ
もうちょい、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 行く、待つ、待つ、待つ。あ、やさね。ああ。はい、バッチリですね。はい、じゃあ右足と左足使ってここですね、右曲がりますね。OK、タナイコーグロス、ランウェイ、フォーライグランポイントランエントル。じゃあ右足をします。50 heavy wind 1407 runway 8 direct clear for takeoff. はい、皆さんです。じゃあこのまますぐ行きますね。アライロワ via radar vectors. タクシーパーキバイチャーリーワインドル。じゃあまっすぐ行きます。ブレーキ離してですね、進みますね。このまま目の前がパーキングになりますね。Heavy with information delta for engine start pushback here at the second set of ramp. Diamond zero delta zero monitor tower. 680 delta zero monitor tower. That is 1800 heavy Honolulu ground pushback at pilot suspension on two taxiway. SRB is Piper 9118 request stop. このままオレンジライン行きますね。じゃあそこの飛行機の前止めますんでね、こっちから U ターンするようにですね回っていきます。左足を大きく踏んでいてですね、この黄色のラインの真上に乗せるように左足ぐーっと奥まで押します。くるーっと回ります。ゆっくり右足を押してまっすぐですね。はい、確かで最後この赤いレバー一番下まで引っ張ってみてください。はい、飛行機のエンジン止まります。はい、お疲れ様。